こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、先日バブバブに来た赤ちゃん生後1ヶ月だったんですけど、なんと歯が生えていてびっくりしました。ママさんもびっくりして、歯ってこんなに早く生えるんですか、びっくりしましたって言ってね、おっしゃってましたけど、生後1ヶ月のまだ首も座ってない赤ちゃんなんですけども、下の歯が1本ピュッて見えてて、はい、これ赤ちゃんの歯ってこんなに早く生えてくることってあるのかなというね、こうめちゃめちゃ早く生えてくる乳歯の話をしたいと思います。頑張れんでいいで、適当でいいで。大抵、乳歯っていうのは平均的に標準的にはだいたい今生後6ヶ月ぐらいから1本目がピョッと見えてくる子が多いんですね。まあ、これもすごく個人差があるので必ずしも6ヶ月っていうことじゃないですよ。もうだいたい何ヶ月でこんな風になってくるっていう目安っていうのがよくね、赤ちゃんの成長発達っていうのが歌われるから、首の座りは3ヶ月とか、寝返りは5ヶ月とか、なんかね、お座りは8ヶ月とかで、その目安がすごい言われるから、なんかそこに当てはまってないとうちの子大丈夫かなとかってすごい不安になったりもするんですけども、まあ、個人差はあるけれども、まあ、平均して6ヶ月ぐらいから1本目生えてくる子が多い。で、大体まあ下の歯、下の2本の前歯から生えてくることが多くて、2本が来て、で上の2本が来て、それから横横ってこう生えてくることが多いんだけど、たまにこうにがって笑ったら、前歯なくてこの八重歯から生えてくる、なんかうるせえやつらのラムちゃんって知ってます？古い漫画ですけども、めちゃくちゃスタイルのいいラムちゃん、あれは何なんかな、妖精何やろ、ラムちゃん分からへんけど、うん、そういう漫画が昔あったんですけども、にって笑った時にこう八重歯がキュッとこう、ね、ドラクラみたいな感じで、あれはあれでまた可愛い。これでもそれはそれでこう、普通は前歯日本から生えてくるのが普通やから、これ八重歯から生えてきたら大丈夫でしょうかとかってなったりするんですけどね、面白い子いますよ、いろいろ。だから個人差はあるし、だからといって問題ではないんですけども、ちなみにねねちゃん、うちの12番目のねねちゃん、めっちゃ遅くで歯生えてくるの。歯1本目生えてきたん10ヶ月の終わりやったんですよ。おっさーみたいな、うん、でこれ第一子やったら多分不安になってたと思いますよ。これ乳歯なかったらどうしようとか、一生生えへんかったらどうしましょうとかっていうのもね、生えてくるの遅い子たちのママたちからよく聞きますけども、めっちゃ遅い子って1歳のお誕生日ぐらいようやく1本目っていう子もいるんですよ。だから歯は絶対ありますからね、大丈夫なんで安心してほしいなと思います。で、歯なんかね、早く生えるよりもゆっくりの方が虫歯になりにくいしね、おっぱいも噛まれんで済むしね、歯なんか遅い方がいいんですって。で、遅くてもだいたい1歳の誕生日その辺から1本目生えてくることがもう大体そうなんで、心配せずに1歳の誕生日ぐらいまではゆっくり待って、ラッキーぐらいの気持ちで待っててもらったらええかなというふうに思います。で、さあ問題になるのはですね、すごい早くに生えてくる歯なんかな、もうネーミング悪いなと思うんですけどね、悪魔の魔、魔って書いて、で歯って書いて魔歯って読むかな、あれとかね、奇形の奇って書いて歯って書いて奇歯って読んだりとか、これまあ俗語なんですけども、なんか嫌ですね、悪魔の魔とか奇形の奇とか、なんかもうちょっとなんかないんかなと思うんですけど、うん、正しくは先天歯、先天性の歯、先天歯っていうのが正式名称になっています。これ2つのパターンがあってですね、中にはね、この間来た赤ちゃんは生後1ヶ月に生えてきたっていうことやってんけど、まれに生まれた瞬間、おぎゃ生まれた瞬間にもう、わーこの子歯生えてるわっていう子がたまにいます。これも先天歯なんですけども、これ2つのパターンがあって、1つは歯がね、もともとあるその乳歯、歯茎の中にこう眠ってるんだけど、それが1本過剰にあるパターンだから、それピッて抜いてしまっても結局その後ちゃんとした乳歯が生えてくるっていうパターンでね、1本多いやんっていうやつ、そういう先天歯のパターンが1つで、もう1つは乳歯なんだけど、普通に乳歯なんだけど、その乳歯がちょっと慌てん坊の乳歯さんでね、あれちょっと早く生えちゃった、間違えちゃったみたいな、慌てん坊のサンタクロースじゃないですけど、乳歯、もともとの本来の乳歯が早く生えてきちゃったっていうパターンと、この2パターンがあるんですよ。どっちにしても先天歯っていうのは、早く生えてくる歯っていうのは未熟であることが多くって、その歯の根っこもグラグラやったりとかするし、歯の表面をこう覆ってるエナメル質って言って、虫歯にならないような、表面を硬くするような成分なんですけど、このエナメル質が形成不全、
うまくこうちゃんと成長できてないままに生えてきちゃったりするから、生えてきながらその歯がちょっとこう茶色かったりとか、こうザラザラっとしてたりとか、なんかこうグラグラしてたりとかで不安定な感じの歯が多いんですね。で、特徴がすごいとんがってるんですよ、先っぽが。だからしっかりしてる歯じゃないから薄っぺらいんかな、なんかね、先がとんがってることが多くって、で、このとんがってる歯が結局この赤ちゃんの上顎であったりこう舌であったりっていうのをこう常に刺激してしまって、そこが傷ついてしまって、そこを炎症を起こしてしまってっていう慢性的な口内炎になるような病気を引き起こしてしまうっていうパターンもあったりするので、そういう場合はその先天歯がこうパターン1なんか2なんか一本多すぎるわっていう先天歯なのか、それとも乳歯なのかっていうところをレントゲン取ってもらったりとかで歯医者さんでちゃんと見極めてもらって、でこれ2本あるパターンやわって、1本多いんやわっていうやつやったらもう抜いてしまうことの方が多いんかな。これ乳歯だなっていう場合はまあ置いとこうかこのままってなんねんけど、なんせエナメル質がね、しっかりなってなかったりとか早くに生えてしまうっていうことでも虫歯のリスクになるし、で先とんがってるから傷をつけるリスクになるし、おっぱい飲むときにママのおっぱい乳頭を亀裂を起こす怪我してさせてしまうっていうリスクにもなったりするので、これもさあこの歯をどうする、残すか抜いちゃうかどうしようかっていうところがこう歯医者さんとの相談になってくるかなというふうに思います。抜かんとこのまま置いとこうという選択になった時はなぜやっぱ虫歯になりやすいから、これもやっぱね、この赤ちゃんなんですけども歯医者さん通ってもらってフッ素つけてもらうとか、ちょっと茶色くなってるところはレーザーとかを当ててもらって虫歯に移行しないように食い止めてもらったりっていう処置をしたりっていうので、極力虫歯を作らないようにって一緒にこう管理をしていくっていう感じになります。で、とんがってるところに関してはなぜ赤ちゃんの口の中ママのおっぱい傷つけたら困りますからね、なのでそこはこう丸くちょっと削ってもらうっていうような処置も必要になることが多いようです。なので別に先天歯があるからといってもう赤ちゃんに何か異常とかってそういうことではなくて、人間の体っていろいろやらかすんですよ。11番目のトトちゃんは湯合歯っていうのを持ってるんですね。これは、ここの横のエヴァなんですけど、本来2本ある歯が1本にくっついてるんですよ。トトちゃんくっついて2本の歯がこう、だからちょっと幅が広い歯が1本こう生えててね、これも乳歯なので、それが抜けた後さあ永久歯がない子もいるんですよね。で生えてくる子もいるねんけど、さあどっちかなってレントゲン撮ってないかわからないんですけど、さあどうやろうなって、一本足りひんかった場合には歯並びとかちょっと困ったりすることもあるかもしれへんなと思いつつ、でもその融合歯っていうのもどうしてもこう2本くっついてるから真ん中がこうくびれてるんですよね。でそこがやっぱ虫歯になりやすいからちょっと気をつけていってあげないといけないんだけど、なんか見て笑った時にすごく可愛らしくって、ちょっと特別な歯やーって私捉えてて、なんかこう神聖化してしまってるというか、なんか独特なトドちゃんの歯かわいいって思ってて、それが抜けた時は宝物にしてずっと取っとこうって思ってるんですけどね。そういう融合歯、くっついてる融合歯っていうようなそういうものがあったりとか、でこの先天歯っていうものがあったりとか、まあいろいろみんなありますわ。でそれが命に関わるとかね、これから生きていく上で何かっていうそういうことでは全然ないので、まあただ先天歯だねっていうだけやから、まあでも生後 3,4 ヶ月ぐらいまでにもし歯が生えてくるようなことがあった場合は、傷つけたりとかとんがってて口の中傷つけてとかっていうやっぱリスク的なもの、虫歯のリスクとかそういうものもやっぱあるので、一応小児歯科行ってもらって、これなんですけどねって、先生どうしたもんでしょうね、どうやって管理しましょうかみたいなことで相談に行ってもらったらいいかなというふうに思います。先天歯時々見ますね。特にまあ異常でも何でもないのでね、それがその子のまた個性やなというふうに捉えてもらったらいいかなと思うけど、はい、みんなよりも一番に歯が生えて、一番っていうのはいいことじゃないですか。誰よりもトップで生えてきたらかっこいいじゃないですか。そんなふうにいいように捉えてあげたらいいかなっていうふうに思います。はい、12人目産んじゃいました、助産師久子の子育てチャンネル。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました、バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当でええ。